3月17日、町内の中学校で卒業式が開かれました。今年度、町内で卒業を迎える中学生は116人で、内海中学校では6人が卒業を迎え、3年間の思い出を胸に学び屋を巣立ちました。内海中学校の3年間はどうでしたか？新型コロナウイルスに翻弄された3年間でした。どうしたらうまくいくかを自分で考え、工夫改善することが大事です。一生懸命やることに失敗はないのですから。これからは先輩方から学んだことをしっかりと受け継いで、内海中学校最後の1年を全力で過ごしていきます。南和高校に行きます。ビジネス部に入ってバスコンの検定を取りたいと思います。全校生徒は少なかったけど、少ない分全校生徒と先生方の仲がとても良かったです。松山商業高校に進学します。部活動を一番頑張りたいと思っているので、しっかりと3年間頑張りたいと思います。どんな時も僕とみんな一緒で、休み時間にもたくさん話したり笑ったりして、とても楽しかった。